はい、皆さんどうもラスです。今回はこの画面に出てるですねウイルス対策ソフトのインストール、これの手順をですね皆さんに解説してみようかなと思います。今回はですねウイルス対策ソフト自体の細かいね説明は省略させていただいて、有料のウイルス対策ソフトっていろいろあるんですけれども、今回はですね無料でね使えるウイルス対策ソフトあるので、まあ、パソコン購入したての方で、とりあえずねウイルス対策しときたいって方はですね、こういう無料のウイルス対策ソフトを入れておいた方がいいかなと思いますので、今回ご紹介させていただこうと思います。今回ですねこのアバストっていうウイルス対策ソフトになります。これのインストールをですねやっていきたいと思います。ウェブブラウザーでですねまずこのアバストっていう文字を入れてですね検索をしていきましょう。で検索するとですね、ここに上の方にですね、Avast アンチウイルスと VPN をダウンロード無料簡単っていうのがあるので、これをね、クリックしていきましょう。そうすると先ほどのね、ページに飛びますので、ここでですね、無料のプロテクションダウンロードっていうのがありますので、これをですね、クリックしてダウンロードしていきましょう。で、これクリックするとですね、左下の方に実行ファイルがね、ダウンロードされますので、このファイルをクリックして、インストールをね、開始してくださいとメッセージ出てるので、その通りね、進めていけば大丈夫かなと思います。クリックしてやっていきたいと思います。そうするとですね、このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかと出るので、はいをね、クリックして進めていきます。こんな感じで、待っとけば進んでいくかなという感じですね。はい。でですね、しばらくするとこの四角い画面が出てきてですね、ここにインストールっていう緑のね、枠の文字が出てくるので、これをね、クリックしてやっていきましょう。でですね、ちょっとここは確認しておいてほしいのが、左下の方にですね、この Avast の Web ブラウザーっていうのをインストールしてくれるんですけど、これね、不要な方はこのチェックボックスをね、外しておいた方がいいかなと思います。まあ、Google Chrome とか使ってる方はですね、このわざわざ Avast のセキュアのブラウザーですね、これを入れる必要はありませんので、このチェックボックスをね、外して、まあ、このような状態にして、で、インストールをやっていきましょう。これを左クリックしていきます。で右下見るとですね、インストールしてますと出るので、このまま待っていきます。インストールが終わるとですね、この、ここにあるですね、Avast のアプリアイコンがね、出るので、これをね、クリックすると、こんな画面が出てきます。Avast がリアルタイムで保護してますと。で、もうね、保護してくれてる状態になってるという感じなんで、インストールしてね、すぐ使えるようになってます。で、このまま続行をね、押していきましょう。最初に初回スキャンを実行しましょうということですね。今使っている皆さんのコンピューターを、まあ、これ Avast を入れた時にですね、チェックしてくれるみたいなんですね、最初に。なので、これはね、一回やっといた方がいいかなと思います。初回スキャンですね。これを実行していきます。そうすると、またね、画面が出て、ウォームアップ中とスマートスキャンを準備してますと出るので、まあ、このままね、任せてやっていきましょう。でですね、まあ基本的にはこのね、ブラウザーの脅威は見つかりませんでしたと、お気軽にウェブ観覧をお楽しみくださいと出るので、このままね、次行きましょう。で、古くなったアプリ見つかりませんでした。アプリは最新の状態です。まあ問題なさそうですね。このまま進んでいきましょう。で次ですね、ウイルスとマルウェアですね。マルウェアは見つかりませんでした。問題ありませんと。まあ、マルウェアっていうのはですね、まあ、ウイルスみたいなもので、まあこれがね、見つかるとちょっとね、パソコンがウイルスに感染していると。いうことなので、まあ、基本的にはね、ないと思うんで、まあ、これね、この画面が出れば安心ですね。ということで、次に進みます。おっと、で、高度な問題。ということで、私のパソコンで1件の高度な問題が見つかりました。ということで、偽サイトに対して脆弱です。まあ、これはですね、まあ、本物のサイトっていうのがあるんですけど、このハッカーの人たちは、別のね、その、偽のサイトに案内するっていう脅威をですね、まあそういったリスクがあるということで、でですね、まあ一件の高度な問題が見つかってはいるんですが、今回ですね、無料の範囲で、まあ大丈夫かなと思います。まあ偽サイトに対してね、脆弱ですけれども、まあセキュリティ対策はですね、まあどこまでやるかっていうところもありますので、まあね、今回は無料の範囲で使える分で大丈夫かなということで、このままね、今はスキップでやっていきましょう。まあ基本的にはウイルスのね、チェックとかはこのアバスト無料の範囲でしてくれますので、それだけでもかなり安心かなということで、この今はスキップでいきましょう。
で、スキャンが完了しましたということで、まあね、この1ヶ月に1度のスマートスキャン実施、これでマルウェアとかウイルスのチェックをね、定期的にしてくれるので、まあこれはね、チェックしといた方がいいかなと思います。これで完了をして、次に進みましょう。でですね、次の画面が、まあ、アバストのね、スマホ版みたいなのがあるみたいなんですけど、まあ、今回のやる分には、この無視でいいかなと思いますので、無視でいきましょう。はい、この画面が出たら一応ね、インストールの手続きは終わりで、これでパソコンがセキュリティ対策されてるという状態になってるかなという感じになります。はい、で、こんな感じで、アバストのメニュー画面はこんな感じになります。で、このコンピューターはね、保護されてますと出てれば、大丈夫かなと。ウイルスの脅威にはさらされてないという感じで、使えるようになってますね。で、右上のバッテンボタンを押すと、これ画面ね、消えるようになってます。アバストはですね、ずっとこのパソコン中で動き続けてまして、このですね、なんかオレンジ色のアイコンですね。これがアバストの無料アンチウイルスと、保護されてますと出てれば大丈夫かなと思います。これをですね、ダブルクリックすると、さっきのね、メニュー画面出てきますんで、閉じたい場合は、この右上のボタンを押すと閉じます。ここにアイコンが出てて、パソコンがね、起動したらずっとこれが、動き続けているという状態になってますので、これで保護されているという感じになりますね。で、仮にもしこのウイルス対策をちょっとだけ無効にしたい場合とか、どうしたらいいかっていうのもちょっと簡単にご説明しておこうかなと思います。このアイコンをですね、右クリックしてもらって、アバストのシールド制御っていうのがあるので、ここでですね、10分間無効にするとか、1時間無効にする、コンピューターを再起動するまで無効にする、で、永久に無効にするっていうのがあるので、もしウイルス対策のね、チェックをちょっとやめたいっていう時、まあパソコンがね、ちょっと重たくなったりするかもしれないので、まあそういった時のね、確認の時にウイルス対策のソフトの起動をね、止めたいっていう時は、このようなメニューも用意されてますので、まあよかった。使ってみていただけるといいかなと思います。ただですね、あんまりその長い時間無効にすると、まあ、その分ね、ウイルスの脅威にさらされる可能性があるので、まあ、基本的にはですね、このままずっと動かしておくのがいいかなということで、皆さんね、このあたりは確認しておいていただければと思います。はい、ということで今回ですね、無料のウイルス対策ソフトアバスト、これをですね、ご紹介させていただきました。今回の動画がですね、もし良かった、役に立ったって思ったらですね、いいね、高評価いただけると今後の励みにつながりますので、よろしくお願いいたします。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つね、情報を日々シェアしていっておりますので、よかったらですね、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。